スミクラカオスの怪談カタルシス開幕です。5人の怪談師がとっておきの怪談披露。僕の知り合いのこの方 S さんとしますけど、うん、S さんが物件探してた時の話なんですけど、 S さん車持ってないから絶対駅の近くっていうのも絶対条件だったんですよ。で S さん音楽関係の仕事やってたんですけど、まだ若い頃で、そこまで音楽だけで十分に食えてるわけじゃないから、値段もあんまり駅の近くだからって言って高いところには住めない。でやっぱり駅近くで安いってなったら、やっぱりそれこそ物件っていうのは結構少なくなって絞られてくるわけなんですよ。で車持ってないもんだから、その不動産屋さんに何枚かこう書類とかこう準備してもらって、うん、でここどうですか、ここどうですかってやって、その中からまた絞ってまた内覧っていくわけですよ、うん、でそこ不動産屋の担当してくれていた女性社員の方がこう車で案内してくれるらしいんですけど、まず1軒目行って、ここいいけど、ちょっと値段が高いですね、なんとかなんとか言って、で2軒目3軒目ってこう回ってきた時のことなんですけど、3軒目の物件今からここじゃあ行きましょうって話 S さんがしたら、その結構値段は一番安かったんですよ、駅から近くて。でもしここ見てよかったらもうそこ決めちゃうかなって思ってたんですけど、女性の不動産屋の社員の方が、いやここはもうおすすめしないから、よかったら他のとこ見ませんかっていうですね、えっと思って、いやいやでも値段安いしここいいじゃないですかって言ったら、でここ実は前の住居者の方が片付けしないままになってるんで、ちょっと汚れてるんですよって、でここはちょっとおすすめしてない、うちでは別のところがいいって反対されたけど、でもそれじゃ納得できないわけですよ。せっかくこんな書類上結構おいしい物件に見えるわけだから、一回ちょっと見えるだけ見せてくださいって言ったら、じゃあちょっと待ってくださいって言って、ここ女性社員案内できないんですよ、でなんか電話かけ始めて、ちょっと今男性社員の方呼んだんで、じゃあ行きましょうかってなって、でその問題の物件に行って、でその車の中でしばらく待ったら、また別の車で男性社員やってくるんですよ。で、あ、お待たせしましたってやって、でその男性社員がその部屋の前に立つと、ポケットから数珠出して、数珠でこう拝むんですよ、部屋の中に。それはでその男性社員が拝んだ後に部屋の鍵を渡されて、はい、じゃあ私はここまでなんでって拝んで、さらに入れないですよ中に。でじゃあここから鍵を渡すんでどうぞって言われて、鍵開けて中入ったら、本当にもう家具がブワーって散らかってて、もう片付けしないというか、もう本当に人がそのまんま、人だけ聞いたような状況で、ものすごいなんか中臭いって言うんですよ。でうわこれマジかよと思いながら、恐る恐る中入っていくと、少しこう廊下があって、でその廊下の途中でこう折れたところに風呂場があるんですけど、その風呂場の方を最初まずもう一番近いから見ようかと思ってこう行くと、あそこやめた方がいいですよってこう玄関から見てる男性社員の方から言われるんですよ。でえっと思ったけど、もうちらっと見えたのが風呂場に鳥の羽がいっぱい散乱してるんですよ。えマジかよこれと思って、多分そこでピンと浮かんだのが、多分前の方が亡くなって、ペットのインコかなんかがそこでそのままなんかもう餓死して、なんか羽とか散らばってミイラ化してるんじゃないかと思ったけど、もうその時点でもう奥の部屋見てないけど、もうこれ無理だと思って、すぐにもう引き返したらしいんですよ。あすいませんでした、本当これもう僕やっぱり無理でしたって言って、玄関出て、あそうですよね、やっぱちょっとここもちょっと難しい物件ですよねって話しながら、二人でこう車に戻ってたんですけど、あって気づいたのが、 S さん鍵渡されてたけど閉めてなかったんですよ。あすいません僕ちょっと鍵閉め忘れてましたって言って、ちょっと閉めてきますねって言って、部屋の前に戻って、でこう鍵を差し込もうとした瞬間に、カチャって中から鍵閉まったんですよ。そこボロいアパートでオートロックとかじゃないですよね。だから多分そうか、姿見えないけど、多分死んだこと気づいてない方がまだいらっしゃる。うわっていうのが、S さん一件だけの当たったことがあるっていう話を聞かせていただきました。強烈だな。そういう場所本当にあるらしいんですよ、すごいですね。もう中も片付けてないってことですね。あだからもう多分なくなって、多分ご遺体だけ運んでそのままみたいな物件なんですかね、多分。だからもうものすごい値段設定安いけど、あとその遺品とかをもう自分で片付けて入居するっていう条件で安くしているようなところなんですよ。じゃあもう業者さんとか普通不動産ってあるんですよね、クリーニングしてから次から、普通ですけど、それをしてないらしかったんですよ。なんでだろう。だからもう鳥の多分ミイラまでそのままなってたっていう場所で、可能性としてだからものすごくお金がかかるからでしょ。でもそんなことあるんですか。
いや、あの売買だったらありますね。賃貸はちょっとあんまり聞いたことないですけど、あの、まあ、聞いたことないというか、貸さずにそのままもう封鎖しちゃうってことはありますけれども、それで、それ貸すんですか？それはあります。あ、そのまま貸すってことはもうほとんどない。ちょっとあんまり聞いたことないですね。あの売買でその状態で買い手を募集ってことはそれならありますけど、はい、きついですねそれ、はい。チャンネル恐怖をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。これからも怖いを楽しむ動画を配信してまいりますので、どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。